柴田さん、毎日自転車でもって朝刊を配達する係だったんですがね、だいたい明け方3時くらいに配り始めましてね、5時前には終わる感じで勤務してたんです。ある日のこと、この柴田さんがね、いつものように朝刊を配達していたんです。自転車での配達ですからね、前と後ろのカゴに新聞を満載しましてね、これが重いんだ。でね、3分の2くらいかな、配達し終わってましてね、時刻は4時過ぎあたりだったそうですよ。後ろのカゴは空になってて、前カゴにもあとちょっとの新聞を残すだけになりましてね、だいぶ軽くなってた。柴田さん、鼻歌混じりでもって線路脇の道を軽快にペダルで漕いでいたそうなんですかね。右後方がパーッと明るくなったと思ったらね、ピーッとね、警笛を鳴らしながらね、貨物列車がやってきたんですよ。よく見かけますよね、コンテナいっぱい積んだあの列車です。貨車にもよるんですがね、あれかなり飛ばすんですよ。100キロ以上スピード出してるのもあるんですよね。で、それがやってきてガーッとね、轟音とどろかせながら柴田さんのすぐ横の線路を追い抜いていったわけだ。その時なんですがね、パーンって音がしましてね、小さな石が飛んできたんです。線路に石が乗っていたのか何なのかね、列車の車輪でもって弾き飛ばされたものがどうしたわけかうまい具合に飛んできた。でね、柴田さんの乗る自転車に直撃したんです。その瞬間ドスンとね、すごい衝撃が襲ってきた。うわわっと柴田さんよろけましてね、危うく転倒するところだった。小さな石とはいえかなりの速度で飛んできてますからね、当たると衝撃もすごい。見るとすぐ足元のフレーム部分がへこんでるんだ。おいおい、危ねえな、俺に当たったら大怪我だぞ。柴田さんほっとしましてね、俺って悪運強いななんて思いながらね、また軽快にペダルこいでた。明け方4時過ぎとはいえ、季節はというと秋も深まった頃なんでね、辺りはまだかなり暗いんだ。で、しばらく走った辺りでね、柴田さんなんだか視線を感じたってんですよね。なんだ、なんか誰かに見られてるような。で、辺り見回すんですがね、暗い道路が続いているだけで、周辺の住宅も皆まだ寝静まっているようで真っ暗だ。ましてや道路に人なんて全く歩いていない。なのになぜか視線を感じるんだそうですよ。嫌だなぁ、気持ち悪いなぁ。柴田さん思いながらね、気のせいだろうとまた前向いてね、ペダルこいでたんだ。でもやっぱり誰かに見られてる気がするんだな。しかもそれはね、後ろからなんですよ。こっちは自転車でもって走ってるわけですからね、そんなにずーっと見ていられるわけがないんだ。ずっと見ているならね、車やバイクなんかでついてきているとかね、なんかが周りにいなきゃおかしいですよね。でも何にもいない。暗い道路があるだけ、人っ子一人歩いてやしないんだ。でね、柴田さんあんまり気持ち悪いもんで自転車止めてね、地面に足ついて後ろを見た。今走ってきた暗い道が続いてるだけ。でもね、よく見ると道のずーっと向こうからね、なんだか黒い線が続いてるんだ。おや、なんだろうこの線。さらによく見ますとね、それね、自転車のタイヤの跡なんですよ。よくあるじゃないですか、雨の後自転車でもって水たまりなんかを通過すると地面につくあの跡ですよね。それが地面についてる。今走ってきた道ですからね、どうやら自分の自転車がその跡をつけているらしい。
でもね、柴田さん水たまりになんて入ってないんだ。というかね、最近秋晴れ続きでもって雨なんて降ってなかったんでね、水たまり自体ないんですよ。だからね、タイヤの跡なんてつくわけがない。ん？なんで？俺何か踏んだっけか？思いながら柴田さんその後を目で追ってみた。道の向こうからだん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 目線を自分の自転車に近づけていく。スタンドの先が見えて赤い反射板が見えてくる。荷台があってカゴがある。そのカゴを見た瞬間、うわーっと柴田さんもんどり打って自転車から転がり落ちた。後ろのカゴの中にね、女の生首があってね、血でぐっしょり濡れて顔に張り付いた長い髪の毛の間からガッと 見開いたその女の目が柴田さんをじーっと見ていたって言うんですよ。でね、ちぎれた首からは血がポタリポタリと滴っていましてね、その血が荷台から後輪に流れて道路にずっと血でできたタイヤ痕をつけていたそうなんです。後ろの視線、実はこの女のものだったんですね。柴田さん、カゴから転がり落ちた女の生首をそのままにして近くの交番まで這いずるように向かったそうですよ。警察が調べたところによると、柴田さんのタイヤ痕の支店の側の線路内から首のない女性の遺体が発見されたそうです。どうやら女は夜明けの暗い線路に首だけ置いて貨物列車が来るのを待っていたらしいんだ。もちろん自殺するためにですがね。で、希望通り女の首は列車に引かれ、ちぎれた生首は小石と一緒に線路外へと跳ね飛ばされたんですよね。そこへ運悪く通りかかった柴田さんの自転車に小石は直撃し、同時に生首は後ろのカゴへと見事に入ってしまったわけだ。石が当たった衝撃で柴田さん、後方で起こっていたもっととんでもない事態には気がつかなかったんだな。柳川さんね、あの女の恐ろしい顔、いまだに夢に出てくることあるんですよ。もうね、勘弁してほしいですよ。柴田さん、青い顔してね、話してくれたんですがね。その後、新聞配達はやめて、屋内の仕事に変えたそうですよ。柴田さん、果たして悪運強かったんですかね。電車に轢かれた遺体がバラバラに吹き飛ぶのはね、本当にあることですがね。柴田さんみたいなのはね、実に珍しいですよね。これも何かの縁なんでしょうかね。